川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。北川先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、先週に引き続き、やはり年の初めだからでしょうかね、質問また、はい、いただいています。39歳主婦の方からいただいています。はじめまして。少し前から北川先生の、ラジオや瞑想を聞き、心穏やかに生活しています。質問です。最近になり、やりたいことや夢がたくさん出てきて、何から手をつけたらよいかわからなくなることがあります。私は5人兄弟の2番目です。中学生の頃から2年前まで摂食障害、うつ病、パーソナリティ障害などたくさん心療内科にかかり、2度自殺未遂をしました。薬をたくさん飲む毎日でしたし、2年前までは死ぬことを目標に生きてきました。子供はいつか欲しいと思っていましたが、生理もずっと止まっていたので諦めていました。しかし2年前に初めて妊娠出産し、可愛い娘が生まれ、命の大切さを実感し、生まれ変われた気持ちがしました。暗闇からようやく光のある世界に出られた気持ちがしました。薬も今はほとんど飲んでいません。妊娠中ヨガを始め、出産後から呼吸法、瞑想とやりたいことがたくさん出ています。そして今双子を妊娠しています。3人の子供に囲まれ、笑顔のある楽しい生活をしたい、ヨガや瞑想を学び、穏やかに生きる術をもっと身につけたいと欲張りになっています。今まで感じたことがないくらい欲張りになっているように思います。一つ一つ夢を叶える気持ちの持ち方を教えてくださいということです。あ、でも欲張りになってこの方はいいと思いますね。今までポジティブな感じにしますね。はい、だからたくさん良きことを、欲望に対して欲張りを持ってくださいと言いたいですね。このままでいいと思いますね。だから、まあ今まで何十年かずつ辛い時期過ごしたというのがとても、今に良いことをもたらしていると思うんですね。だから苦悩の、前もよく言いますけど、苦悩の時代という、だからうまくいかない辛い時代というのは、はい、ある意味業が落ちてると言いますかね。そして、次の良き天気の時の準備にとても必要だったんですね、辛い時期が。だから今は光明の中にあると思うんですね。だからその光明を受け取ってほしいと僕は思いますね。神のこう恩寵と言いますかね。あなたが辛い目にあった時のその悲しみと苦しみを今脱出できた。で、そんな風に、なんか神というのはそんな準備をしてるみたいですね。いつも辛いばっかり苦しいばっかりの人から必ず救いっていう方向を多く、出してるって言いますかね。次の光明の世界に導くための辛さだと思うんですね。辛さだったと思うんですね。だから、この方が今、すごく子供も二つね、生命を宿して、光の世界にこう出たっていうことを楽しんでほしいなと思いますね。その体験を今度は善意を持って人に伝えていくことが大事だと思いますね。大丈夫な、大丈夫なんだよっていうことを、辛いことは必ず、次の光明のための準備なんで必要なことなんだっていうかね。だからそこを我慢して、なんか、人と出会うことや、瞑想や、ヨガや、体を中心に食事を変えることや、いい人と出会うと、必ず人生は変わってくるということを体験されてるから、僕それを伝えて、ことがいいと思う。伝えてもらえるといいですね。じゃあ、その基本的な考え方としては、まず今の状態をもう全部肯定していいってことですね、ご自身はね。そうですね。良き未来の光を受けなさい。まあ、前回も言ったように、前だけを向いていけばいいって言いますかね。で、まあ、過去はもう捨てなさいっていうかね。まあ、過去はもう水に流れて、もう帰ってこないんだから、やってくるのは未来だけなんだから。だから未来に向かって準備と、ね、喜びを持ちなさい。で、やりたいことがいっぱいあったらやりなさい。で、その中で一番楽しいことを選んでやっていきなさい。で、一番楽しいことの中で子供たちに良き影響を与えるものをこう身につけなさいって言ったですね。悲しみとか苦しみというのもとてもいいことなんだよ。こうやって乗り越えたんだよということを伝えるような、なんか、ことができるような、ね、やりたいことを
ほら、欲張りになっていいと思いますね。うんうんうん、だから、もう一つの欲張りはね、同時に横にこう広げと4つぐらいになってしまうんですよね、こう。4つ。うん、A, B, C, D っていう、仮の話、やりたいことがあると、あれも、これも、これもとなってしまう。それもいいんですけど、それを縦に並べるといいですよっていうんですね。縦に並べる。うん。だからやりたいことから先に、ああ、こうか。で、落としていくっていうかね。はい、で、一つ落としたら次をやっていくみたいな形で。なるほど。あ、それすごい分かりやすいですね、先生。よく一つ一つ確かにやりなさいとは言いますけど、なんか、横に並べんじゃなくて、縦にっていうとすごい分かりますね。うん、で縦に並べてできたことから落としていくと、また上が落ちてくるからね、その中で一番楽しいことを、必要なことをやっていけば、人生はもっと学びが深くなるっていうことがあると思いますね。うんうんうん、そうすると何でしょう、まあ、今のもちろんお話を伺って、さらに先生が最初におっしゃってくださったように、そのご自身を全肯定すればきっと減るのかなと思うんですけど、この中で今少し気になっているのが、そのたまに言葉にできないような焦りの感情、うんうん、っていうのももちろん消えていくんでしょうが、どうなんでしょうか。あ、もちろん焦りの言葉、焦りとかあるんですよ。うまくいかないことっていうのは、もうそれは当たり前なんだと思うってね。うん、で、前も言ったように、それをやってるとまた、いつも、まあ、よく言ってるように、運の川っていうのは、スムーズに流れてなくて直角なんだから、うん、どんどんやってると必ず詰まってくると言いますかね。うん、だからそういう時は、待てば回路の日和ありという教えたように、少し待つというか、準備をして楽しみながら待つ。で、一つ一つ夢を叶える気持ちを教えてくださいって言ったら、それはきっとやってくる、喜びに満ちてやってくるっていうふうに、こう、紙に書いて貼っとくとですね、一つ一つ夢を叶える気持ちを、持ち方を教えてくださいって言えば、それはね、喜びを持ってやってくるっていうふうに、こうって、紙に書いて書くと、いいと思いますね。その中に大事な要素は、こう善意を持つということですよね。あ、そこですね。自分だけが楽しむっていうのではなくて、喜びを必ず分かち与えるっていうかね。うん、それがなんか叶う夢、叶わない夢のなんか境目とか、欲と夢の違いかもしれないですね。そうですね。そうすると欲が意欲に変わってきて、こう応援者が増えるんですよね。あの欲だと、みんなが下げ済まされたり、あなただけの楽しみになってしまうけども、それが変わって、人々となんか繋がると意欲になってくる。みんなも平和にできるからですね。だからそうすると応援者が出てくるんですよ。繋がりっていうか、友達とか。だから、なんか、わあ、子供だってこんなにいいんだ、とか、いうことが、人の輪ってこんなに楽しいんだっていうことを、経験するっていうのも、この人生面白いですよね。意欲か我欲かって違いますもんね。そうですね、意欲と我欲、そういう言葉ですね、うん、違うからですね、うん、でも先生おっしゃってたようにね、もう先生のようにその日常にしてれば、多分もう意識されなくてもそうなると思うんですけど、僕なんかもまだまだお恥ずかしいんですけど、やっぱりその意欲と我欲のねところでまだではあるんですけど先生おっしゃってた、こうやればどうですか、紙に書いて、これは意欲かこれは我欲かって紙にこれは意欲かこれは我欲かって紙に書いて仕分けしましょうかね台所に貼っとくといいですよね。台所から玄関に、自分の部屋に、これは意欲か、これは我欲かって、こうクエスチョンマークつけておけばいい。でもその時にやっぱり元に話先生戻りますけど、やっぱりそこに善意を持つかっていうことですよね。それがこう、だから自分だけで終わってないかとか。人間にはもうそれが愛なんですよね。愛。うん。やっぱ人間愛っていうのは絶対必要ですね。そうしないと。この方が言ってるように、一つ一つの夢は叶わない、うん。で、もしもその底に人間愛がなければ、それはただの中に、あれなんですよ。自分だけの、なんていうか、はい、野望ですよね。ああ、はいはいはい。だから野望とその夢との違いっていうのは、夢っていうのは、人々に対して喜びをもたらすものであって、うん、野望っていうのは自分だけの喜びですよね。達成感とか、やったとか、こう、うん、自分だけがいっぱい満たされたとかいう感じですよね。うん、それはもろくも崩れされますよね、うん。そういう意味では先生がおっしゃってるよね。やっぱり夢ってある意味、その、動機の純粋性とか透明感ですよね。夢叶える人は。うんうん。うん、はい。それはかなり共感を呼ぶからですね。うん、人々の、うん、さっきのところですよね。そうすると友が増え、仲間が増え、うん、から
神が手助けするっていうふうにつながっていくんじゃないですかね。うんうんうん、いやー、なんか今日もすごく濃い年の初めに素晴らしいお話を伺いました。ぜひね、あの一つ一つ文字通り実践してみていただければと思います。さあ、この番組では、今日のように皆様からの、ご質問ご感想を募集しております。詳しくは北川八郎ホームページもしくはメールアドレス北川アットマーク KIQTAS.JP まで、お寄せください。そして、この番組ではですね、これまで何度か、北川先生のガイドによる瞑想をお届けしてきましたが、昨年、好評を受けて音声プログラム瞑想の基本と実践を作りました。そもそも瞑想とは何か、なぜ必要なのかから、具体的な方法、最適なタイミング、頻度に至るまで、基礎知識とポイントを、僕は北川先生に伺っています。そして実際その後北川先生が自ら5つの瞑想の導入を行ってくださいます。瞑想は全くの初めてという方から経験者に至るまでご活用いただける、知識そして実践の音声プログラム、瞑想の、北川先生先導の瞑想のプログラムぜひ実践してみていただければと思います。2021年の新たな、習慣にもと思っています。さあ、そして、この番組引き続き、2021年も、YouTube ポッドキャストで配信してまいります。ご覧の方は、チャンネル登録、お聞きになっている方は登録ボタンを押していただけたら、嬉しいです。ということで、北川先生今日第211回をお届けしてきました。北川先生、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。